向こうまで行ってから振り返ると、うわちょっと待って、水飛んできた。植物園に置いてある花よりこれ綺麗かも。え、すごい綺麗でしょこれ。うわ、東側にあるアジサイは結構綺麗ですね。すごい綺麗ですね。すっごいゆっくり動いてる。あのさ、黄色のやつ何なんだろう。なんかその普通のところでは咲いてないような花がいっぱい咲いてるからさ、ここ普通の公園でも。これだって言っとくけど無料で見れるからね、全部無料ですよ。で、地図がここにあると、ちょうどさ、あのもう北東の方ですね。はい、風車の丘って書いてるでしょ。拡大マップも右側にあるんで、ね、で裏側がさめっちゃ綺麗です。これ見てみます。やばいレベルで綺麗。ほらね、ちょっとありましょうかね。今日でもね、曇っててね、なんかね、これ白飛びしてんじゃないよ。あの、なんていうの、霧みたいなのかかってますね、これ。あ、真っ白で、晴天じゃないんで、すごい、ここの景色のね、見渡しはすごい綺麗ですよ。ほんで、あそこもあるしね、あの、でかい建物、左側に、あるでしょ？で、昨夜この花かもちょっとだけ見えてると。やっぱし、あれですね、シーズンからちょっと過ぎたんで、バラは枯れてますね、ほら。うん、多分バラでしょ？ね。枯れてますね。いや、早速さ、風車行きましょうか。マジ写真撮りたいから、あそこ。じゃ、咲いてますね。6月の時期って何が植えられてんだろう。すごいスプリンクラー。スプリンクラーなんかあの、牧場物語でしか見たことないんだけど。ね、スターデューバレーか。スターデューバレーっていうゲームですけどね。これあれだな。すっごいゆっくり動いてる、この風車。見ます？これ。ね。立ち止まりましょうか、これね。すごいでしょこれ。すっごいゆっくり動いてる。綺麗ですね、風車ね。で、上にはね、あの休憩するスポットもあるんで、ね、左側にはトイレもあるし、ね、下の方から写真撮りたいんだよな。うん、これあんまり近づきすぎたらどうなるんだ。水が、あ、入り口にあった花ですね。これ何の花なんだろう。菊の小さいバージョンみたいなですね。これをさ、こっち側から反対に振り返るのは後で振り返ろう。向こうまで行ってから振り返ると、うわ、ちょっと待って、水飛んできた。やべえやべえやべえ、めっちゃ水飛んできた。危な、レンズにかからんかったからよかったけど。写真撮ろうとしてると普通に水かかりますねこれ。やべえ、回転してるから、あのスプリンクラーね。え、昔の農業って大変だったんだろうね。あ、自分で水まかないといけないから。もう今の時代を反映してるでしょ、あれは。ね。じゃあちょっと皆さん、振り返りましょうか。どういう景色になるのか。ここからだとちょっと微妙かもしれないね。一回ここで振り返りましょうか。ね。じゃあ行きますよ。ほら、こんな感じね。ほら、すごいでしょ？晴れてるといいんだけどね。あ、晴れてるとめっちゃ綺麗んだろうけど。ね、すごい綺麗でしょ、これ。もうちょっと近づいて、ちょっと写真撮ってみようかな。うん。ちょっとまあ動画もちょっと、どこら辺がいいんだろう。ここぐらいからかな。望遠とかだったらいいけど。これあんまり近づけないんだよな。ここぐらいかな。もうしゃがんで、あのさ、水やりがなくなってからの方がいいかもね。今タイミング悪いんかな。水まいてるから。もうちょっと近づけるとさ、綺麗なんだけどね。あとはバックがなんか、曇りだから、そこもあんまりちょっと見栄えがっていうのはありますけどね。ちょっと写真撮ろうかなと思います。はい、ということで、結構ね、写真撮ったんですけど、結構ね、曇ってるんで、あと、あのスプリンクラーずーっとああいう状態になってるんで、あれどうなんだろうね、時期的にはそんなずっと水がかかってないだろうから、水かけてない時を狙って、シャッター切るといいんだろうけどね、まあ、ずっとあの状態になってるんで、まあ、もうこれもね、見納めっていうことで、また来ると思いますし、ここはね。コスモスだったりとか、チューリップだったりとかね、いろいろ見に来れると思いますんで、その時にね、また来れればいいかなと思います。ということでね、こっちの左側ですね。で、帰りましょうか。はい。鶴見緑地駅って書いてるんでね、こっちからちょっと帰ろうかなと思います。はい。ね。ということで、帰りましょうか。うわぁ、東側にあるアジサイは結構綺麗ですね。こんな感じで。ね。ちょっと咲いてる数は少ないですけども。すごい、青が濃く出てるんで、満開やと思いますね、これね。うん。
ここはめっちゃ涼しいですね。ところどころにアジサイ咲いてるんで、こういう風にね。さあ帰りましょうか。でね、カラスの鳴き声聞こえると思いますけども、この公園めっちゃカラスの数が多いですね。本当に。うん、こうやってね、とっさに今、コケかけたんですけど、コケかけても手持ちと比べてジンバルだとまだ安心感ありますよね。そういうところはジンバルの良さだと思いますね。ということで、一通りね、見終わったし、帰ろうかなと思います。はい。なんかあれかな、勾配もあるのかな。あ、すごい、さっき言ってた池ですね。あそこ行きましょうか。あと、こっちにも門があって、こっちも、立ち入り禁止なんでね、自転車はね。はい。で、ここにもバス停がありますね。すごい綺麗ですね。ね。アヒルとかはいないのかな？みたいですけど。風が結構強いから。で、こっちのね、東側かな？にも、軽食食べれるところありますね。昨夜この花館だったかな？あそこでも食べれるんですけどもね。ここはあれかな？かき氷が500円とか書いてますね。まあ、自動販売機もあるし。で、ちょっと買えるのはこっちなんで、ちょっと左か、こう行きましょうか。はい。ですね。いや、すごいでっかい噴水があるんで、ここ。ほらね。ここのね、道路もめっちゃ綺麗なんですよ。ね。ゴミも全然落ちてないしね。ゴミ箱とかがね、多分あんまりほとんどないのに、すごい綺麗なんでね。まあ、整備してる人が優秀なんだろうなと思いますね。はい。ということで皆さん、いかがだったでしょうか。鶴見緑地公園にはね、駐車場がね、結構あるんですよ。確かね、1000台以上、合計ね、いくつかあるんですよ。中央第一駐車場とか、第二駐車場とか、あとは西側とかもあったかな。地図内にいろいろ駐車場書いてるので、車で来られる方はね、確認されてから来られるのがいいと思いますね。ただ1000台以上止めれるはずなんで、全部合計合わせれば、平日の昼間とかであれば余裕で来れると思います。すごい綺麗な噴水でしょ。こっちかな。こっちの方面行くと、昨夜この花館ですね。はい。で、鶴見緑地の駅はこっちの奥です。ですね。子供がね、行きしなここで水浴びしてたんですけどね。あそこ犬がさ、水浴びしてるけど。水浴びしたいんだけど、この状態で水浴びするとね、カメラ壊れるんで。まあ帰りましょうか。はい。噴水の近くで咲いてたんだけど、この花めっちゃ綺麗。植物園に置いてある花よりこれ綺麗かも。今 F8 ですけどね。F8 と比較してみましょうか。これが F8。ほんで、F2.8 いきますよ。これが F2.8 ですね。どうです？違います？この小さいモニターだとちょっとわかんないんですけどね。F8 と F2.8。ね。F8 に戻します。はい。ね、これが F8 ですね。はい。ということで帰りましょう。カメラにね、もしかしたら詳しくない方もいらっしゃるかもしれないんでね。一応そのカメラのことについて話しながら今後ともね、やっていければいいかなと思いますね。うん。F 値っていうのがあってね、数字を上げると、奥までピントが合うんですよね。はい。で、数字を下げると背景ぼけしやすいと。ね、背景とか前景、前の景色とかもぼかすことができます。はい。一般的には F2.8 より数字が少ないと明るいレンズって言われてますね。はい。明るいレンズは夜間で有利です。まあ、その程度でいいと思いますね。そんな難しく、考えなくても。はい。まあ、簡単にね、知識の紹介もしていければいいかなと思います。ここの信号を渡って奥までずっとまっすぐ行くと、鶴見緑地の駅かな？ですね。はい。自転車の駐輪場もめちゃくちゃ多いんでね、ここ。はい。だから自転車で来てもいいと思います。バイクも多分行けるはずですね。バイクの駐輪場ちょっと見てないけど。うん、車と自転車行けるってことは多分バイクも行けるはずです。はい。ということでね、帰りましょうか。まあ、帰る途中でもね、結構ほら、こういう綺麗な花がいっぱい咲いてるんでね。写真撮るには何も困らないですね。ジンバル使ってるとね、写真撮るのがめんどくさいんですよね。ジンバルからでも操作して写真撮れるんですけど、なんていうの、ズームレンズのズームリング回したりとかね、細かい設定するときにジンバルに乗せたままだとものすごいめんどくさいんですよ。いちいちジンバルから外さないといけないからね。帰りましょうか。はい。ここの階段を降りると、
鶴見緑地駅になります。はい、ということでね、まあ、ここでお別れしましょうか。でここの奥はね、鶴見緑地プールって言ってプールですね。はい、ここ何でもできるからね、この公園。プールもできるし、バーベキューもできるし、花も見に来れるし、何も困らないっていうね感じですね。はい、でここがね、鶴見緑地の駅ですね。はい、門前駅の1個手前かな。皆さんももしよろしければね、新しいカメラ買ったりするといろいろ撮りたくなるじゃん。ここに来るのもいいかもね。ここか万博記念公園か長井植物園か、一番近いところに来るのがいいと思いますね。北は万博記念公園だし、東側はここの鶴見緑地だし、南側は長井なんでね、トライアングルみたいな場所にあるんでね、まあ、近いところに行くのがいいと思いますね。ということで、今後ともですね、大阪の Vlog ですね、7月以降、もうすぐ7月になりますが、7月はあの花火とか祭りとか、多分夜撮影が増えると思うんですけども、まあ行こうかなと思ってますので、もしよろしければね、チャンネル登録していただければいいかなと思います。ここのチャンネルでしかなかなか見ることが難しいような動画を上げていこうかなと思ってます。はい、なので僕は商品レビューを減らしてこういう外撮りを増やしてるんですよね。商品レビューって商品さえ買えば誰でもできるんで、僕も商品好きなんで商品レビューをしますが、こういったね、アジサイ見まくったりすると、まあ、僕のチャンネルでしか出しにくいような映像とかも出せるんでね、うん、っていうことで、まあ、やってるっていう感じですね。はい、地道に続けていってね、チャンネルの規模が増えていければいいかなっていう感じですね。ということで、お疲れ様でした。また今度ですね。はい。